巨人チーム得点数、歴代ワースト記録、1961年、川上、435、130試合制、2024年、阿部、362、現在118試合。まさに史上最弱打線。よくこれで優勝争いできてるな。バントまみれのせいで点が入らない模様、セイバーメトリクスは正しかったと証明される一年になりそう。バントで得点力減らしてるんやもんな。1961年だとようやく王さんが主力になった頃か。浅野いなかったらもっと悲惨だったな。王さんに叱られるまで遊んでなかったら、今頃マジックの話してたんちゃうか。なんなんだこの優勝譲り合いリーグは。残り試合数で平均3点取らないと追いつかないのか。しかし全体的に本当打程だな。巨人って直接対決6試合全部松田やん。これはやばいな。なんで東京ドーム本拠地でバント野球しとるんや。これで首位って他は何してんだか。それでも優勝争いしてるんだし。これで優勝してもなんかな。飛ばないボールになったからな。12球団厳しいと思うけど。バントしなければしないで、安打数に得点数が釣り合わない攻撃をするのが巨人。チームはあわぶっちぎりだから、本来は独走してなきゃおかしいんよな。しかもこれって神宮の試合とかで、荒稼ぎしてるだけやろ。セイバーメトリクスに逆らうとトップ打線も、たった1年でこうなるという他球団にはありがたい実験結果。去年、バント最小でチーム打撃指標ほぼ全て1位。今年、バントまみれで歴代ワーストチーム得点。ある意味 NPB のセイバー化には貢献できたんちゃうかな。じゃあなんで去年優勝できなかったんや？数字が当てにならないのは去年も同じなのでは。序盤は特に自己犠牲強要で強力打線を破壊したからな。これで今年優勝したらマジですごい。